皆さんようこそ。そして明けましておめでとうございます。2023年も高山優子と、高山優子の秘密基地チャンネルをぜひともよろしくお願いします。そしてですね、皆さんにとっても今年1年が幸多き1年でありますように願っております。というわけでですね、新年一発目の動画はアイリスペイントでイラストを描いてみました。久しぶりのイラスト動画ですね。だいぶ久しぶりかな。前はね、高評価ボタンをこう抱えてる、あのシーン切り替えの時とかに使われてるあの画像なんですけど、それを描いた動画なのかな。で、今回は何を描いたのかと言いますとですね、ちょっと遅くなったけど皆さん宛に年賀状を、はい、年賀状のイラストですかね、をちょっと描いてみました。去年はね、インスタの方で虎のイラストをね、虎のなんか着ぐるみみたいなのを着たイラストを投稿したんですけど、今回は YouTube で、動画を、動画込みのやつを作ってみました。ちょっと遅くなったんですけどね。皆さん、年賀状って今書いてますか？今ね、書かなくなった人多いよね、多分。もうさ、LINE とかで連絡取るようにもなったし、まあ、仕事でね、仕事の関係でどうしても年賀状を送らなきゃいけないっていう人はもちろんいますけど、やっぱりなんかプライベートで年賀状を送るっていうのはだいぶ少なくなりましたよね。たまになんか子供が生まれましたとか、結婚しました、引っ越ししましたっていう年賀状とかはね、来るんですけど、なんかなんだかんだ年賀状書かなくなった、私も書かないんですけど、年賀状は書かなくなったけど、やっぱもらうと嬉しいですよね。もらうと嬉しいしけど、まあ返事どうしようかなとか考えちゃう。いや、普通に考えたら返事するべきなんだけど、私結構年末年始家にいないので、届いても見れないわけですよ。年始にね、家にいたらさ、あ、届いてるんだ、じゃあお返事しようと思って、すぐね、買いに行ってなんか書いたりとかできるかもしれないけど、まあ、それがね、できないんですよね。もう仕事始めぐらいの時に、仕事始めの前日ぐらいに帰ってくるから、家に。なかなかそれができない。まあ、遅れてもね、投稿っていうか、返事すればいい話なんだけど、ただサボってるだけなんだけどね。はい。すいません、皆さん。私に年賀状を送ってくださる皆様、本当すいません。ちゃんと読んでます。いつかお返しします。はい、皆さんはどうですかね。なかなかね、書くことないと思いますが、特にね、今プリントだよね。写真とか、もともとなんかこうテンプレートみたいなのがあって、それをこう自分でデザインして、プリントアウトしてっていうのが最近主流なのかな。なかなか自分でイラスト描いてっていう人が少ないかもしれないですね。で、今回はね、うさぎの耳にしてます。うさぎ年の方、年男年女、おめでとうございます。おめでとうございますで合ってんのかわかんないけど、うさぎなー。今回はですね、目のこのキラキラを少なくしました。少なくっていうか、結構簡易的な目にしました。前回もゆるキャラっちゃゆるキャラなんだけど、
目はキラキラにしたんですよ。今回はね、あんまりそのキラキラを出したくなくて、結構シンプルな感じにして、すごくこれ迷ってますね。だいぶ迷って結局グラデーションにしたのかな。グラデーションとちょっと光にあのオレンジっぽい色を入れてます。結構なゆるキャラにしたかったんで、あのこのさ、この手、今こうやってウサギの手をやってるんだけど、このさ、この間が空いてるじゃん、あれ、あの描き方はね、実はあの私カードキャプターさくらがすっごく好きで、カードキャプターさくらのさくらちゃんが漫画でよくこうやってやるんですよ。でこの時にここにあの穴をこう丸くね、細い丸い穴をね描く描き方をねなさってたんです。それが昔からすごく好きで、あの真似したくてしょうがなくて、今回はこっちバージョンだけど、ちょっと真似した、ちょっと下手だけどね、そんな感じで書いてみました。これ今ね年賀状なので、キャラクターの周りにちょっとなんかデザインじゃないですけど、お正月っぽいちょっとしたイラストを書いてます。お餅と松と、これは富士山、まあそれっぽく見えればいいかなっていうぐらいですけど、富士山はまあ簡単だよね。松ってさ、あんな感じだよね、なんかよく見るよね、こういう感じのお正月になると。これは梅かな、なんとなくわかんないけど、なんかなんとなく見かける花。梅？この時期って梅？いや花は疎いんだよな。色もさ、だいぶショッキングピンクみたいになってるけど、合ってんのかな。これ何かわかりますか。これ割と渾身の出来だなと思ってるんですけど、これはですね、朝日です。初日の出ですね。どう、この水に映ってる感じ、水からこう出てきて、で海にこう反射してる、日の出がこう反射してるのをちょっと表現したんですよ、こう光をね。結構出来よかったなと思ったんですけど、よくよく見たらなんか夕日みたいになっちゃった。はい、そんな感じで完成ですかね。はい、ハッピーニューイヤー。やっぱ色味がね、録画だとちょっと白飛びしちゃうんだよね。この周りのイラストをちょっと増やして、薄くして、こういうところに文字を書いたりするんだよね。そんな感じでいかがでしたでしょうか。2023年もどうぞよろしくお願いします。新年初高評価、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。